初代サミュエル子爵ハーバート・ルイス・サミュエルは、イギリスの政治家、外交官、思想家、貴族。自由党の政治家で自由党政権で、閣僚職、イギリス委任党治療パレスチナ高等弁務官、自由党党首を歴任した。リバプールのトックステスに生まれる。祖先は、ポーランド系で、サミュエル・モンタギューに始まるスウェース・リング男爵家は、親戚である。父エドウィンは、 ユダヤ人銀行家だった。1902年にクリーブランド選挙区から選出されて自由党の庶民委員となり、1918年まで務めた。1905年から1909年にかけて、キャンベル・バナマン内閣とアスキス内閣で内務省政務次官を務めた。1909年から、 ランカスター工業大臣、1910年から1914年、1914年から1916年にかけて、郵政長官、1916年には内務大臣を務めた。郵政長官在職中の1912年に発生したマルコニ事件では、ロイド・ジョージやルーファス・アイザックスと共に、インサイダー取引を疑われた閣僚の一人だったが、失脚は免れた。 エドモン・バンジャマンド・ロチレドと共に、1920年、第一次世界大戦後の1920年から1925年に、かけては、イギリス移任統治領となったパレスチナの高等弁務官を務め、約2000年ぶりにパレスチナを統治するユダヤ人とも評された。サミュエルは、大戦中から、サミュエル覚え書きで、精力的に、シオニズムの支持を閣内で先駆けて訴えており、 ロイド・ジョージから初代高等弁務官にふさわし、人物と認められ、その就任はユダヤ人に歓迎された一方で、イギリス陸軍のエドモンド・アレンビーは、現地のアラブ人住民との摩擦などを危惧した。在任中のサミュエルは、シオニストとそれに不満を募らせる、アラブ民族主義者の仲裁に尽力し、アラブ人の関心を買うために、繁栄。 反シオニズムの急戦法で暴動の罪に問われていたアミーンフサイニーに恩赦を与えてエルサレムの大ムフティに任じており、これはサミュエルがムフティ選挙で最も支持を集めていたフサム、アッディーン・ジャーララを説得したことで実現した。ハイム・バイツマン、ロイド・ジョージと共に、エドムンド・アレン・ビー・将軍、アーサー・バル・フォア・ハクと共に、ヘブライ大学にて、 1925年1月1925年には政府の石炭業調査のための王立委員会の委員長に就任し、翌1926年5月に炭鉱の統合を進めて巨大化させる合理化によって郊外浴場設置等の労働条件改善を改善しつつ、労働賃金は切り下げざるを得ないとする政府への報告書をまとめた。しかし炭鉱労働者は、 この報告に強く反発し、労働組合会議はその行為に押されて、ゼネストに入った。しかしタックがゼネストに消極的なことに目をつけたサミュエルは彼らに妥協案を突きつけた。この狙いは当たり、タックは単行労働者を見捨てて、サミュエルの妥協案に飛びつき、これにより、ゼネストを収束させることに成功している。1929年から1935年に、 かけては、ダーウェン選挙区から選出されて、再び庶民議員となる。1929年から自由党の副党首を務め、1931年に、ロイド・ジョージの後継者として自由党党首に就任。同年8月に、マクドナルド挙国一致内閣を支持して、同内閣の内務大臣に就任した。閣内では自由貿易主義の閣僚であったため、その翌年には、 政府が保護貿易主義に傾いたことに反発して下野した。下野後も1935年まで自由党党首を務め内閣に残留するジョン・サイモンの指導をする文化挙国自由党と対立した。1937年に連合王国貴族社位、サミュエル死爵区に除され貴族院議員に列した。1944年から1955年に かけて、貴族院自由党員内総務を務めた。1963年2月5日に死去した。1937年6月8日に、以下の尺を新規にノブされる。1897年に、ベアトリス・フランクリンと結婚し、彼女との間に、以下の三男一女を設けた。ウィキメディア・コモンズには、初代サミュエル主釈、ハーバート・サミュエルに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。